皆さんこんにちは。南相馬市市会議員無所属の大山浩二です。現在継続中の原子力災害最先端地の南相馬市で今何が起こっているのか、南相馬市市民の皆さん、福島県の皆さん、日本の国民の皆さん、そして世界市民に情報を発信したいと思います。南相馬市桜井市長は7月8日避難市民に対して戻ってきてという帰還要請をしました。それを受け、私のところに避難市民の方々から多くの不安が寄せられています。その中には放射線量の高いところに仮設住宅や民間借り上げアパートがあるとか、校庭の表土も剥ぎ取らずに仮設校舎を作ったとか、井戸水や自家消費の野菜も調べてもらえないとか、避難して留守にしている住宅の放射線量の測定も今後の除染も全部自己責任とか、不安でいっぱいだということが分かりました。残念ながら避難市民の皆さんのご指摘通りで、なぜこんな段階で市長が帰ってこいと言えるのか、また政府が突然緊急時避難準備区域の解除を言うのか、寝耳に水で皆さんが不安に思うのも当然のことと思います。そこで議員の政務調査広報の一環として、私も市長に習い、この YouTube で南相馬の現状を伝えるべく情報を発信することにいたしました。避難市民が一番不安に思っていることをこれからお話しいたします。6月6日公表の原子力安全法案委員が IAEA に提出した報告書によりますと、31種類の放射線各種を大気に放出したことになっております。その中には猛毒のプルトニウムやストロンチウムを大量に放出したことが一覧表を見れば明らかです。空中に出したものの種類と量が分かっていて、どこに落ちたか調べられていません。市長や国会議員に直談判しましたが、未だ検査したともしなかったとも回答が出てきておりません。南相馬市は冬のフェーン現象で全村民避難の飯舘村を起こして、からっ風が土ぼこりを巻き上げ吹き下ろす、いわゆる国見下ろしという強い風が市内に土ぼこりを巻き散らし全域を覆います。おそらく今除染をしても膨大な量の放射性物質が水源地でもある阿武隈山脈に温存され、国見下ろしや雨がこれらの井戸を流下をさせ、そういう地形や位置に南相馬はなっています。31種類の放射線各種の大量放出についての報告書は経済産業省のホームページで誰でも見られるようになっています。しかしマスコミでは一度も取り上げられておりません。一体どうなっているんでしょうか。土壌調査をやらずに区域解除や復興を語ることは経済優先、人命軽視です。国の宝、子どもの将来に対してまずは事実を明らかにして、首相、県知事、市長の3人の首長が文字通り首をかけ、責任を持って安全宣言を出して、すべての責任を国が負うと約束してからではないと、親としては安心できません。現地南相馬市では、時間の経過で危険がなくなったかのごとく錯覚し、無防備な日常生活に戻り、マスクもせず土ぼこりを吸引してしまっているような光景も目立ってきております。早急な31種の調査と公表を皆さんで要求しなければ埒が明かないのではないでしょうか。まずは事実を知り、それを踏まえて対策を立てていかなければなりません。後で取り返しがつかなくなってからではもう遅いのです。
今、拙速な対応を場当たり的にしたのでは、子どもたちに申し訳が立たないと思います。ぜひ皆さん、安心安全のためにこの情報を広げてください。よろしくお願いいたします。